宇野港は、岡山県玉野市にある港湾である。港湾管理者は、岡山県港湾法上の重要港湾高速法上の特定港に指定されているほか、取扱い貨物の9割を、フェリー輸送が占める。第3特定、1特定港湾事務所のある宇野港産業振興ビル。宇野港は、岡山県の中南部に位置し、瀬戸内海の島々に囲まれ、 南北に長い港域を持つ港湾である。フェリー貨物の拠点港と鉄鉱石、木材、砂糖等を取り扱う外防港の機能に加え、県の防災拠点港に位置付けられ防災機能と、水深10メートルの耐震強化岸壁が整備、されている。また、宇野港湾事務所は、岡山県内の港湾整備を管轄し、水島港においても直轄事業を行っている。 宇野駅と高松駅を接続する、向こ連絡線やフェリー航路によって、四国への玄関口として発展してきた宇野港は1988年の瀬戸大橋の開通、そして最近の高速道路無料化問題により高松港を結ぶ、向こ航路が中心であることにより、大きな影響を受け旅客の激減のため航路の存続が危ぶまれている。玉野港湾合同庁舎宇地区は、 実行地区とも呼ばれ、フェリーが多数発着する、旅客ターミナルのある東港の中心地区である。右航連絡船跡地に24時間活動型の、ウォーターフロントを施行する再開発事業が計画され、整備済みの水深10メートル岸壁は大規模地震時に、緊急物資輸送に対応できる、耐震強化岸壁である。3万トン級の外交旅客船が着岸できる、公共岸壁には、 パシフィック、ビーナスやクリッパーオーデッセイなどの客船に多摩の港フェスティバルでは日本岸が寄港している。港一帯は2008年5月17日に港オアシスの登録をしていて産業振興ビルを代表施設とする港オアシスのとして観光拠点ともなっている。2015年にはプレジャーボートなどの軽流用の浮き桟橋と産業振興ビルが 玉の宇野公会の駅として、岡山県内4カ所目の海の駅に認定された。三井造船玉野造船所を宇野地区の南に位置する玉地区は、沿岸部が最も長いが多くは造船所の敷地と専用岸壁になっており、周辺は三井造船の企業城下町で、同社発祥の地でもある。公共校としては北端にプレジャーボート等が、係留されている、小規模な玉港がある。 大地区、宇野地区の北に位置する大地区は、東港の物流機能を集約、整備されてきた。県下最大の水深12メートル東京岸壁と移動式、ジブクレーンを備えるなど、岡山県東部地域の外内防物流拠点として位置づけられている。また、池やアスレチックに多目的広場などがある大港公園は、物流や産業の拠点の中に、 一般市民が憩える場所となっている。最も南に位置する日比地区は北前船が活躍していた明治時代中頃まで海鮮丼屋に旅館や遊郭がの木を連ねる潮町の港として栄えたが、宇野地区が整備され連絡船と鉄道が輸送の主流となったことで衰えていった。現在は 共同岸壁のセ線岸壁と日比共同精錬の専用岸壁に漁港とプレジャーボート用のマリーナ整備等が進められているなど産業とレジャーが混在する港へと姿を変えている。美山瀬戸の宇野港空撮宇の港は本州と四国を結ぶ鉄道連絡線の港湾として建設され1909年に竣工した。翌1910年に宇野線が開通すると 対岸の高松港との間に、宇航連絡船が就航した。以後、長らく四国から本州へ渡る窓口港として機能してきたが、1988年、瀬戸大橋完成に伴って、宇航連絡船が廃止されると、フェリーターミナルとしての整備が進んでいった。宇野港を東から望む国土交通省2007年、港湾関係情報。 データ広告のフェリー専用バース四国、高松方面の向こう航路だけではなく、小豆島、直島、豊島の瀬戸内海の離島との航路がある。しかし、2021年現在、四国に直接渡る航路は運航されておらず、仮にフェリーだけで渡航しようとした場合には、小豆島の戸野省か直島の宮浦で、高松行の船に乗り継ぐ必要がある。ありがとうございます。